夢の中の空に一番近い場所で、街の喧騒から離れていて、ドリームメーカーの言い争いもない。誰にも邪魔されることなく、今の風景、人、そして夢を感じられる。だからどうしても拒めなかった。想像できる？この夢の中では私、冷たい医療カプセルの中にいなくてもいいんだよ。姬老师，这位对于崩坏系的老玩家也是老朋友了。大家好久不见。